高山記念、スーパー G2 とまではいかずとも G1 馬 G1 の常連級の好メンバーが揃いました。今年は今年の金牌、中山金牌と京都金牌の勝ち馬が揃って出走。ちょっと調べてみたんですけど過去ないんですよね、中山金牌と京都金牌組がの勝ち馬が中山記念で激突するっていうのがね。中山金牌組は過去4勝してるんですけども、京都金牌組は0勝。前走を使っていたレースで一番成績がいいのは東京新聞杯組なんですけども、今年は湘南マグマ1頭ですね。さて武豊騎手は今年は胴船で挑みます。武豊騎手の中山成績ですが、2017年までのデータで中山全体で16点、勝率が 16.1%、 連帯率 27.1%、 副勝率 41.5%、 単勝回収値86円、副勝回収値が114円、芝の中山芝 1800m は過去ここの約5年で2勝ですね。中山牝馬ステークスの当選ビクトリーと、ランブリングアレーの2勝ですね。他胴船はスプリングステークスで6着で敗れています。これは出遅れが響きましたね。あと原発リベロで3着に来てます。勝率は 14.3%、 副勝率 57.1%、 回収値は単勝副勝も160円台ですね。中山記念は武騎手の生涯成績で10戦騎乗してますね。東京平老の2014年以来9年ぶりですね。中山記念は過去2勝、2004年の桜プレジデントと1998年のサイレンス鈴鹿ですね。あとリーチザクラウンをエアメサイヤでそれぞれ3着に来ております。ここ数年中山での騎乗自体も少なく相性が悪いかなとも思ったんですけども、まあ相性はあんまり良くはないんですけど、ただニュージーランドトロフィーの逃げ切り勝ちなどまだまだ見限れないかなと思っています。胴船ですが前走いいレースでしたけど、サリエラの末脚に屈しましたね。いやサリエラ強かったですね。まあ本当サリエラ半端なかったですよね。まあサリエラあれは G1 を勝てますよね、あれはね。まあ今回は距離が1ハロン短くなり直線も短くなって、おそらく人気もそうは集まらないと思うんで、先行しての逃げ切りに期待したいです。相手はシーグアス、まあ実績はここでは上位ですし、宝塚記念以来ですが、調教を見る限り体はできていますね。次にソーバリアンとイルーシブパンサーの順で考えております。まあ前走で儲けさせてもらったリューベックとラーグルフなんですけども、まああと馬券の相性のいいスタリングローズですね、まあ、この辺も気になるんですけど、まあ今回枠が外っていうことで消しました。さて武豊騎手は今週土曜日8クラ、日曜日5クラ、この中のレースで気になるのは、土曜日だけに絞ろうと思いますが、土曜日の7レースモンテディオですね。昨年6月以来ですが、調教も走ってますし、このとこ左回りでしかまあ良績がないんですけど、阪神も3歳児に構想してますね。久々で配当はそこそこ見込めそうなので、単復勝負をかけたいと思います。9レーススミレステークス、エゾダイモン、前走は雨に泣きましたね。ただここはシャザーンもいるしね、勝ち切るまではどうかなと思いますね。副賞は十分あると思うけど、まあ副賞はちょっと配当次第ですかね。10レース痛みステークスモズマ族ですね。このレース南急車が3頭出しですね。名将三河もいますが、こっちを選んできましたね、モズマ族の方はね。武豊騎手と南調教師とのラストレースですね。ここは勝ってほしいな。まあ、単勝と名勝三河との、まあ、馬連とワイドで応援したいと思いますね。11レース仁川ステークスですけども、ゴールドハイヤーですね。昇級初戦ちょっとここは様子見かなと思ってますね。12レースハーツラプソディ、競馬ブックのね調教評価がちょっと低いんですけど、これが気になるんですが、まあ前走もねもうほぼ勝ったような内容でしたし、まああとは阪神適性がどうかっていうところなんですけども、まあそんなに人気にも被らなそうなんで、単勝勝負で勝ちたいと思います。今週はですね、月末の仕事がたまに溜まってしまってるんで、残念ながらね阪神遠征は今週は回避ですね。来週に足を溜めようと思いますね、まあ、なので明日はまた日曜日の検証的な動画を出そうと思います。それでは。